皆さんこんにちは、マリアです。さあ今回の内容はこちら、王子が選ぶ2022年歌うまジェンヌということで、いやね、今回は現時点で私がその宝塚の中でね、勝手にもう独断と偏見ですよ、私の好みだけで勝手に選んだ宝塚屈指の歌うまジェンヌ10人をご紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まず最初にご紹介したいのがこちら、花組トップ娘役、星風まどかちゃんですね。もうまどかちゃん本当に歌が上手いなって私は最初からね、もう本当に下級生の頃から思っていて、やっぱりまどかちゃんの声にツヤがあるんですよね。で、あの可愛らしい容姿とあのツヤっぽい声とのギャップがもう本当に大好きで、地声でもしっかり力強く歌えて、裏声ではあんなに透明感のある歌声で歌えるっていうのがやっぱりね、まどかちゃんの魅力だなと思います。特にまどかちゃんの歌の中で私が大好きなのはエルアモール、もう本当に悲しみのコルドバのエルアモールを歌うまどかちゃんが大好きで、あとは命をあげよう、これミュージックサロンでまどかちゃんが歌っていて、もうね、ミス最後、まどかちゃんで見たいって思いましたね。なので、まだまだね、宝塚で輝いてほしいですけれども、もし退団された暁には、ミス最後とか出てほしいなって本当に思いました。はい。そして次にご紹介するのが、こちら。月組の、ほおずきあんさんですね。もうね、ちなっちゃんが本当に素敵で、私今回のね、やっぱりギャッツビーの、グレートギャッツビーの歌唱指導、もうね、さすがだなと思いましたね。あの貫禄といい、歌声の張りといい、艶やかさといい、色気といい、もう総合的に見て素晴らしかったですね。やっぱちなっちゃんね、こう、月組に戻られてから、花組から月組に戻られてからの、またね、歌の成長が本当にすごいなと思うんですよ。で、ますますお上手になられて、もうね、安定感抜群ですよね。どんな歌でも歌いこなしていらっしゃいますし、いやー、私はね、素晴らしいなって思って、もうこれぞ歌うまのスターさんだなって思っていつも聞いています。はい。そして、次にご紹介するのが、こちら。雪組の愛すみれちゃんですね。もうね、アイスミレさんは本当にうまい、本当にうまい、めちゃくちゃうまいと思います。もうね、現役のね、やっぱりね、組に配属されている生徒さんの中ではやっぱり指折りのね、歌うまさんだなと思いますね。やっぱり大人っぽい歌も歌えますし、その綺麗な声で高音響かせてくれる時もありますしね、ちょっと個性的な役で低い声で歌う時もありますし、その裏声と地声の境目がね、本当に綺麗にないんですよね。すごく滑らかにその移行できるので、そこがね、魅力的だなと思います。やっぱりね、アイスミレちゃんが歌ってるそのシーンってものすごくドラマチックでいいなって思うので、私はね、このメンバーに入れさせていただきました。はい。そして次にご紹介するのがこちら、雪組のかずきそらくんですね。もうほんとそらくんはね、うまい、何やってもうまい、もう歌もお芝居もダンスもうまい、もう全方位に完璧な宝ジェンヌさんだと思っていますけれども、やっぱりね、バウシンギングワークショップで歌ったボッコソミュージック、もうこれが秀逸すぎて、なんでこの人にもっと歌を与えてくれないんだって私は思ったぐらいに本当に素晴らしかったですね。まあね、もうどの歌を歌ってもね、本当に素晴らしいんですよ。私はこっちゃんとやっぱりね、通ずるところがあるなと思っていて、そのタカラジェンヌらしくない歌を歌っても、 J-POP とかそういう歌を歌ってもめちゃくちゃ簡単に歌いこなすんだろうなって、うん、思っています。で、今回はね、初めての歌唱指導ということで、ね、このそらくんの歌声をね、聞けるのをめちゃくちゃ楽しみにしているので、雪組公演ね、また感激したらレポをお届けしていきたいと思います。もうこれからもたくさん、もっともっとその美声をね、聞かせてほしいです、そらくん。はい。さあ、そして次にご紹介するのが、こちら。星組の、レイ・マコトさんですね。もうこれはね、全宝塚ファンがうなずいてくださると思いますし、全星組ファンがうなずきますよね。もうね、本当にうまい。どんな歌を歌いこなしますし、こうトップになってからの、またさら
に歌唱力が上がってるんですよ、こっちゃんが。これね、やっぱりもうね、本当にスカイステージとかライブ配信とかで見るのも素晴らしいんですけれども、こっちゃんの歌声はぜひ劇場で聞いていただきたい。もうゾクゾクしますし、鳥肌が立って息をするのを忘れるぐらい素晴らしいんですよ。でこその強弱のつけ方とか、その息の抜き方とか、その声の出し方をね、曲によって微妙に変えてきたりするところ、あとはもうドラマチックに歌い上げるところ、高音の伸びとかも本当にね、劇場中が震えるぐらいすごいので、もうぜひ劇場で聴いていただきたいなって思います。はい、そして次にご紹介するのがこの方、星組の宮古優奈ちゃんですね。でもね、この方に関してはやっぱりベルダットですよね。もうこのね、ベルダットでどれだけ歌が上手いかっていうのを存分に皆さんにね、知らしめてくれたなと思っています。もうオペラ座の怪人をね、こっちゃんと歌った時なんか本当にね、ちょっとなんか宝塚のレベルじゃないぞって思いましたよね。うん。それぐらい本当に声が綺麗で、どんな歌もやっぱり歌いこなせる実力を持っていますし、いや、これからもっともっとね、楽しみになる娘役さんですね、私は。はい。そして、次にご紹介するのが、この方。空組のレイ・マーキセくんですね。もうね、今回で退団してしまうのが本当本当にもう寂しくて寂しくてもったいないなって思っていますけれども、もうね、私は本当に宝塚の中で5本の指に入る実力者だと思っているので、最後のね、姿しっかり見たいですけれども、やっぱりね、パパ I love you のもうね、素晴らしい歌唱と、あとは歌えるフランツとね、話題になりました新人公演のね、エリザベートの歌唱ですね。あとはバウシンギングワークショップとかでもね、もう本当に素晴らしい歌声を聞かせてくれて、こんなに歌えるのにもっと歌わせてくれないのはどうしてなんだって私は思ったぐらいに、本当に素晴らしい歌手の生徒さんだなって思っています。もう今回ね、また素晴らしい歌声を聞かせてくれているということなので、めちゃくちゃ楽しみにしています。はい、そして次にご紹介するのがこの方、空組のアマイロンミネリちゃんですね。ね、じゅっちゃんもね、本当に歌声が綺麗で、星組時代からね、もう歌が上手だっていうことは注目されていましたけれども、やっぱり空組に行って、いろんな役をね、また経験して、いろんな引き出しを増やして、その上で、またさらにね、歌唱力も上がっているので、今やね、もうどんな曲でも歌いこなせるんじゃないかなって思っています。で、これからね、もっともっと責任ある立場になっていくと思いますので、またね、さらに磨きをかけて、もうね、じゅっちゃんの歌声本当に大好きなので、もっともっと聴かせてほしいなって思っています。はい、そして次にご紹介するのがこの方、空組のセリカトワさんですね。いやー、もうね、キキちゃんはね、本当にね、素晴らしいなって思っていますし、やっぱりね、その2番手の歴が長いだけあって、他の2番手さんとちょっとね、やっぱり比べ物にならないぐらいのオーラと貫禄と安定感があるんですよね。で、歌唱に関しても本当にそうで、やっぱネバーセイグッバイの歌唱指導も本当に素晴らしかったですし、歌唱指導が似合う。もうね、安定している。本当に安心して聞けますし、やっぱりね、役によってその歌い方もね、しっかり変えていて、で、どの歌もやっぱりブレない、安定感があるっていうのは素晴らしいですよね。技術も持っていますし。なので、キキちゃんね、これからもっともっと輝いていかれると思いますので、さらにその素晴らしい歌声を聞かせてほしいなって思っています。はい。さあ、そして最後にご紹介するのが、この方。天下の美穂恵子さんですね。もう恵子さんにはね、私在団中から本当にたくさん本当にたくさん歌について教えていただきましたし、お近くで学ばせていただきましたし、もうね、やっぱりコーラスの時に一番ね、同じソプラノとして学ばせていただくことが多くって、どうやったらあんなに安定的に綺麗な歌声が出せるんだろうとか本当に思いました。今でもね、その歌声が変わらないっていうのがすごいですよね。もう健在でさらにパワフルになっていらっしゃいますし、やっぱり恵子さんが歌い始めると劇場の空気が変わるっていうのはね、素晴らしいなと思っています。で、この間のグランカンタンテでもこっちゃん、レイ誠さんとね、歌ってるところがめちゃくちゃ迫力があって、圧巻の歌声で、もう夢のようなね、時間でした。もうこれからもどうかどうかその美声をね、聞かせていただきたいなと思っています。はい、ということ
ということで、今日は私が勝手に私の好みで選ばせていただきました2022年宝塚歌うま展ご紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画はここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。